三条市歴史民族産業資料館は、新潟県三条市にある博物館である。1935年に竣工した武徳殿の建物を、1989年に市民の郷土に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上を図るため、三条市歴史民族産業資料館として開館した。三条市の共同歴史、民族、産業、 自然等に関する資料の収集、保管及び展示、調査研究、受託、借用を主たる事業としている。江戸時代の三条画人、三条にゆかりの深い芸術家、三条の歴史などが展示される1934年の三条市市政志向を、契機に当時の陸軍大将鈴木総六を、古問、今井雄七を、発起人に、武徳伝建設計画が、具現化した。 今井の寄付をはじめ寄付金4万5千円を集め、1935年2月20日に寄稿、7月19日に竣工した。設計は東京の木田組、志向は高野熊次郎。竣工当初は東派府の玄関より入り、正面に竹三和地命を主身とする鹿島神宮を祭り、剣道場、柔道場、弓道場、貴品室を廃していた。 戦後、一時的に GHQ に接収されたが、1947年からは、公会堂、1949年からは三上市、公民館、1981年からは三上市立、青少年育成センターとして使用された。1983年には三上市立図書館の新館建設工事により一部を図書館として使用したこともあった。 1989年に青少年育成センターが移転し、本館は三条市歴史民族産業資料館として使用されることになった。本館の建造物は2009年8月7日付で国の登録有形文化財に登録された。登録の名称は三条市歴史民族産業資料館登録基準は国土の歴史的景観に寄与しているものである。 建物は重厚で厳粛な雰囲気を持つ、武徳丹田の場の形式を残す施設で、武徳伝建築の恒例であると評されている。入りもや作りさん河原武器、千鳥ハフ付きで、周囲に下やびさしを回し、正面に、東ハフ作りの玄関があり、武徳伝の典型的な形態を伝えている。ありがとうございます。